12月13日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、最高気温は11度の予想です。豊島情報スクエア始まります。大塚エリカです。12月13日金曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。また再放送はご覧の時間帯にお送りしています。さあ、それでは今日の番組スタートです。本日は豊島区立中央図書館地域研究ゼミナール、映画の街豊島についてお届けします。では早速ゲストのご紹介です。スタジオには豊島区立中央図書館の小笠原文奈さん、そして敦賀仁さん、このお二方に来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、もうですね、早速なんですけれども、今日はたくさんのお話をお聞かせいただきたいと思います。はい、まずはですね、今回のテーマの一部であります地域研究ゼミナールについて教えていただきたいんですけれども、小笠原さん、これは一体どんなゼミナールなんでしょうか。はい、地域研究ゼミナールというものは、豊島区に関係の深いテーマについてですね、図書館の資料を、活用して皆様と一緒に学びながら自分のテーマを探す、連続講座を開講しております。で、同じ興味ですとか関心を持った方たちの交流の場のとしてもですね、役割を広めております。本年度のテーマは映画の街豊島を取り上げております。なるほど、本年度のテーマということは、はい、まあ、毎年テーマが変わるということですかね。はい、はい、で、今年度のテーマが映画の街ということなんですが、ちなみにこの映画の街というテーマに決まった理由というのは何かあるんでしょうか。はい、もともと豊島区にはですね、池袋をはじめとして多くの映画館が、ありました。最近ではですね、グランドシネマサンシャインですとかハレザ池袋のオープンで、スクリーン数が一気に増える予定になっております。で、映画の街としても認識され始めているのがきっかけの一つですね。なるほど。はい、豊島区はですね、昔から映画に関して歴史的な側面が多く存在いたします。区内では大正5年、大塚に最初の映画館が建てられまして、昭和34年には38館が営業するなど、大衆文化の垣根あふれました。はい、今ですね、はい、写真が出てますけれども、1960年代の池袋。そうですね、今から約50年、はい、まあ、60年くらい前ということですけれども、こちら東側の写真が東映で、はい、右の写真が現在 のウィーロードのあたりの写真ですね。なんかもう白黒ということもありますけれども、建物や街並み見ても、なんか、はい、ここが本当に池袋って思いますよね。しかも本当に駅前というか駅の、ね、すぐ近くの場所で、そうなんです、こんな雰囲気だったんですね。はい、そしてその後は活気が溢れているということは分かりますけれども、はい、まあ、その後テレビの普及などの影響も受けるなど映画文化は衰退していきましたが、まあ、2019年 のグランドシネマサンシャインのオープンをはじめ、2020年には池袋晴れ座タワーに大規模なシネマコンプレックスが誕生いたします。昭和当時の映画文化のにぎわいと今後の発展について考えるためにこのテーマにさせていただきました。なるほど、もう先ほどの白黒のね、あの写真から50年、はい、59年変わって変わりましたね。これどうです、たった半世紀ですよ。そうですね、ガラリと変わりました。なんかもうね、同じ映画館、映画を見る場所としても、はいはい、こんなにもたった50年でね、進化しましたね。進化するんだというぐらい、はい、きらびやかな写真ですけれども、ちなみにこの今の写真は全12スクリーン、すごいですね。はい、
池袋たくさんの映画館増えてきてると思いますけれども、はい、具体的にスクリーン数とかも今お分かりですか？はい、現在ですと、豊島区内のスクリーン数は24スクリーンの約5000席の客席があるんですけれども、はい、その来年ですね、晴れ座池袋のスクリーンがオープンしますと、すべてですね全34スクリーンになりまして、客席としてしましては約6700席の座席数になりまして、まあ、都内でも3本の指に入るぐらいの大規模な、はい、映画数になりますね。はい、ね、来年も2020年にですねオープンする晴れ座、もうこれがですねやっぱり大きいんですよね。はい、はい、10スクリーン、はい、でしたっけ。そうですね、晴れ座池袋に入る映画館ですと10スクリーン1700席の客席になる予定です。はい、そして先ほど映っていたグランドシネマサンシャインが今12スクリーンということでね、はい、なかなかなんか映画館皆さんも行かれてあまりスクリーン数って気にしないかもしれないんですけど、2桁のスクリーン数って珍しいんじゃないですか？そうですね、なかなか見ないですね。なんかあっても本当多いなと思っても8スクリーンとか、うん、8とか9とかぐらいだと思うので、はい、12や10、そんなねたくさんのスクリーンがある池袋ということで、今後は映画のね発展というかにぎわいも狙ってのテーマ設定ということなんですね。はい、はい、ということで、もう本当にこれからもですね映画どんどん増えて盛り上がっていくことと思いますが、ところでこの地域研究ゼミナールではこのテーマ映画の街ということで進めていくそうですが、鶴賀さん、具体的にはどんなことをしていくんでしょうか？はい、まずですね、映画の街について学ぶ2回連続の講座を、実施いたします。まあ、こちらに出ておりますけれども、はい、1月の25日と2月の1日の、全2回で実施させていただきます。はい、はい、で、まあ内容としましてはですね、講師の方とゲストをお招きいたしまして、うん、各テーマについて講演をしていただく予定になっております。なるほど、今回は講師の方がですね、はい、伊藤信忠さんという方に来ていただくそうですけれども、この伊藤さんというのは一体どんな方なんでしょうか？はい、伊藤信忠さんなんですけれども、豊島区教育委員会の学芸員で、文化財係の係長をされております。以前郷土資料館に勤めていらっしゃった時に、特別展のテレビがなかった頃落語と映画は娯楽の王様だったという展示の担当をされていらっしゃいました。今日こちらお持ちしたんですけれども、はい、こちらですね、実際本がですね、はい、本を、はい、お持ちしました。これがその当時の展示した時の図録になっております。はい、中を少しはい、ご覧いただきたいと思うんですけども、先ほど映像でも出させていただいた写真が載っていたりもするんですが、うんうん、ですね、はい、他にもですね当時の豊島区にあった映画館の外観ですとか、こういった当時の街並みも写真が載っておりますので、ぜひこちら貸し出しはできない資料にはなっているんですけれども、館内でご覧いただける図書ですので、ぜひ足を運びいただいて中央図書館でご覧いただければと思います。はい、はい、こういったですね展示もご覧いただいて、あとは伊藤さんという方もねすごい著名な方なんですよね。はい、知識もすごいある方だというので、いろいろなお話をお聞きできるんじゃないかなと思います。はい、そしてゲストの方もいらっしゃるんですよね。はい、はい、簡単にご紹介いただけますか？はい、第1回と第2回で異なるゲストの方をお招きする予定になっております。第1回につきましては、西部写真印刷株式会社の、代表取締役社長の青木茂様をお呼びいたします。この方はですね、以前目白白鳥座という映画館、幻の映画館と言われているんですけども、うん、その経営者の方のご子息の方になります。はい、で第2回につきましては、英信株式会社代表取締役社長の、畑栄一郎様で、こちらの方はですね、今ワッカ池袋の社長さんですねをやられている方で、畑工業の創始者畑栄吉様の、お孫様にあたります。はい、なるほど、ね、その方にも来ていただけて講演を聞いていただけるということですね。はい、はい、ちなみにですけど、ここの本にもあります展示のテーマでもありましたようにですね、落語と映画は娯楽の王様だったということですけれども、お二人はお好きな映画とかあるんでしょうか？じゃあニコリとされた。いや、まあ
はい、私はミーハーでございまして、もう往年のハリウッド、いやいやいや、そんなことないんですけど、ね、往年のハリウッド映画、ローマの休日とかね、あの辺から始まりまして、もちろん日本の映画とかも、トラさんとかも好きですしね、もう本当に、はい、楽しんでおります。なるほど、じゃあ本当に幅広いジャンルで。そうでございますね、はい、でももうね、本当詳しそうですよね。あ、いや、どんどんしてそれだけで掘り下げて、ね、お時間があれば聞きたいぐらいなんですけれども、はい、では小笠原さん、いかがですか。はい、そうですね、私は結構アニメーション映画をよく見るんですけれども、やっぱり小さい頃からジブリ映画すごく見ていて、特にあの魔女の宅急便は本当に何度も何度も見返して、あのホーキーのルマネとかもよくしてました。名作ですしね、はい、というわけで、ね、今お二人に聞いただけでもお好きな映画こうやってジャンルも、ね、物も違くていろんな意見聞けるので、たくさんの方とやっぱり集まって一つの作品について語り合うというのも素敵ですよね、はい、ちなみにですね、この講座前年度も行っているということですが、前回の反響というのはいかがでしたか。はい、これまであの池袋オンパルナスや赤い鳥、池袋闇市などをテーマとして取り上げてきました。で、参加された方がですね、このテーマについて学び直す良いきっかけになったという声もありまして、うん、今も自主研究グループとして積極的に研究活動をされています。で、地域研究ゼミナールで取り上げたテーマは、豊島区立、中央図書館で発行している図書館通信、これで、年4回にわたって紹介させていただきました。なるほど、こちらにですね、図書館通信という冊子、これは図書館内に置いてあるんですかね。はい、ありがとうございます、はい、こちら今小笠原さん持ってくださってますけれども、結構大きくね、はい、取り上げられているので、はい、映ってないですか、ね、はい、ぜひですね、こんなものも見ていただければと思います。そして他にもですね、聞くところによりますと、地域研究ゼミナールでは同じテーマで展示活動も行っていると伺ったんですが、小笠原さん。はい、はい、中央図書館の5階でですね、同じこの映画の町豊島をテーマにしまして、特別展示を行っております。今回はですね、実物の16ミリ映写機ですとかフィルムなども今展示しておりまして、はいはい、他にもですね、昭和時代の当時の映画館の写真などですね、はい、そういったものを展示しております。あ、こちらですね、画像が出ましたけれども、はい、16ミリ映写機につきましてはガラスケースの中に入れて展示しておりまして、はい、他にも映画に関する図書をですね、お借りいただけるように取り揃えて展示しております。なるほど、本はじゃあその場で閲覧ではなくて、はい、借りることができると。そうですね、その場で閲覧するものもあるんですけれども、はい、まあ、大半のものはお借りいただけるようになっております。なるほど、はい、ではですね、こういった展示そして本もぜひとも皆さんご覧いただければと思います。そして鶴子さん、はい、その他にも何か普段図書館で実施していることってあるんですか。はい、ございます。普段の授業といたしましてはですね、展示の他にですね、文学講座ですとか書評講座というものを行っております。はい、ぜひこちらもですね、多くの方に参加していただきたいと思っております。なるほど、ちなみに文学講座というのは、はい、具体的にどんなことをするんですか。はい、古典文学講座とか現代文学講座というのを行っておりまして、はい、古典文学講座ですと、今年は源氏物語と仏教というのをテーマにして行っておりまして、はい、で現代文学講座の方はですね、読んでみる映像舞台の舞台原作の世界ということで、うんうん、文学作品と映像との その比較を楽しんでいただくような、そういった、講座になっております。比較というとなんか難しそうだなって思うんですけど、はい、そんな全然難しいことはないんですけど、はい、気軽に皆さんにご覧いただいて楽しめるような内容になっておりますので、ぜひ皆さんにご参加いただきたいと思っております。なるほど、要はあれですか、文字で出ているものをどのように映像化というか、そうですね、目で分かるように表現するかっていうこととかを、そうですね、それ文学作品がどのような感じでこう映像作品としてこう表現されたかっていう、その比較をこう楽しんで、なおかつその文学世界のこう深みにはまっていくという、そんな感じでございますね。なるほど、じゃあより深くその作品について楽しむことができるんですね。そうですね、読むのはもちろんですけど映像もね楽しめそうですもんね、はいはいはい、というわけで本は一人で読むのも楽しいと思いますけれども、やっぱり語り合うのもね、そうなんです、やっぱね、新しい発見があったり、そうなんですよね、知識も深まるので、はい、そういう楽しみ方も、ね、していただきたいですよね、はいはい、すごいお話もいっぱいしていただけそうなんですけど、ごめんなさい、お時間の関係で次に行きますね。はい、というわけで、ここまでですね、豊島区立中央図書館とそして地域研究ゼミナールについて教えていただきましたが、
小笠原さん、はい、実際に多分参加したいという方多いと思うんですけれども、はい、そういった方どうやったら参加できるんでしょうか。はい、今回の地域ゼミナールへの、ご参加を希望される方はですね、往復はがきでのお申し込みをお願いしております。はい、往復はがきに、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号で、お持ちの方はファックス番号とメールアドレス、それから、今回この本ゼミナールを知ったきっかけと、あとですね、他に特段の配慮事項としまして、まあ、例えば手話通訳が必要な方ですとか、車椅子でご来館されるご予定の方などはその旨をご記入いただければと思います。で、宛先につきましては豊島区立中央図書館の企画調整グループ宛てにさせていただきまして、申し込み期限なんですが12月25日水曜日必着でお願いいたします。はい、というわけで、まあ、注意点としては往復はがきでお申し込みをですねお願いいたします。で、ご自身のご住所とかお名前も記入していただいて、はい、そしてですね、お送り先、今ちょっと画面だと小さいんですけれども、住所の詳細は豊島区立図書館の、ホームページにありますので、ぜひそちらをご確認いただければと思います。はい、ではですね、まだまだお話伺っていきたいところなんですが、ここで一旦週刊ピックアップご覧いただきます。どうぞ。令和元年11月27日水曜日から、真っ赤で可愛い池袋の新たなシンボル、池バスが運行を開始しました。池袋駅周辺の公園やにぎわい施設を回遊する、環境に優しく電気で走るバスで、最高速度は19キロ。ぜひ水戸岡鋭治氏の可愛いデザインの車両で新しい池袋をお楽しみください。12月28日土曜日から1月5日日曜日は、年末年始およびシステム改修作業のため、区役所3階4階の窓口業務を終日休業します。詳しくは区ホームページをご覧ください。令和元年12月29日日曜日から令和2年1月13日月曜日は、図書館システム機器入れ替えのため、雑司ヶ谷図書貸出しコーナーを含む全ての区立図書館を休館します。詳しくは広報豊島12月1日号をご覧ください。はい、週刊ピックアップご覧いただきました。本日はですね、地域研究ゼミナール映画の街豊島について詳しくお話を伺ってきています。そして早いものでですね、もうそろそろ番組が終わりのお時間近づいてまいりました。すごい残念そうなお顔でですね、もう申し訳ありません、たくさんお話ししていただきたいんですけれども、最後に番組をご覧の皆さんにですねメッセージをお願いします。ここでちょっと熱く語っていただいて、熱く語る、はい、はい、まあ図書館ではですね、こういった地域研究ゼミナールに限らずですね、まあ、面白い本とかもたくさんありますし、もちろん映画に関して、DVD も置いてあります。はい、それから、音楽の CD もたくさんありますので、本当に楽しんでいただけると思いますので、まあ、地域研究ゼミナールに限らずですね、まあ、講座もありますし、ぜひ、図書館の方に足を運んでいただいて、図書館すべてお楽しみいただけたらと思います。はい、はい、ぜひご来館ください。はい、では小笠原さん、はい、豊島区にですね、こんなたくさん映画館があったということを知らない方もいらっしゃるんではないかなと思うんですね。で、こう歴史をたどりながら今のこういう、まあ、最新鋭のこう設備を整えた映画館をまた改めて見ると、いろいろとまた感じ方が違ってくると思いますので、ぜひこの歴史を知るということで、今回の講座ぜひ皆様に、ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。これからですね、もうすぐ冬休みに多分皆さん入ると思います。学生さんやお子さんもですし、大人の方もですね、きっと年末にお休みという方もいらっしゃると思うので、ぜひとも図書館に足を運んで、暖かい場所で素敵な本や映画、あとは音楽もね借りられるということで、はい、ぜひともお立ち寄りください。はい、ちなみに年末年始のお休みは、先ほど週刊ピックアップでも出てましたけれども、はい、はい、大変申し訳ないんですけど、図書館システムの入れ替えでですね、ちょっと長期間ちょっとお休みをいただきます。はい、12月の29日から1月の13日まで、2週間程度なんですけども、ちょっとお休みをいただきますので申し訳ありませんが、ご了解の方よろしくお願いいたします。はい、12月29日日曜日から、はい、
1月13日の月曜日ということで、はい、2週間結構ね、そうなんです、ね、申し訳ないんですけど、寂しいという、はい、そうですね、私も、はい、あ、いけないんだこの期間なんでね、ちょっと思ったんですけど、その日その分あの貸し出し期間伸びますので、たくさん借りていただいて、はい、そっか、なるほど、はい、借りられる期間って普通は、はい、あれ2週間、15日間なんですけど、はい、はい、でその休館日の分ずっと伸びますので、え、そうなんですか、はい、すごい長い時間楽しめますので、ぜひたくさん借りていただきたいと思います、はい、なるほどね、はい、じゃあぜひとも皆さんこの機会にたくさん本も借りて書評講座などもですねご参加くださいませ。というわけで本日はお二人とも本当にたくさんのお話をありがとうございました。本日のゲストは豊島区立中央図書館から小笠原さん、そして鶴田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そして明日の生放送は豊島区立小中学校 R&C フェスタについてお送りします。ぜひご覧ください。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ではでは、さようなら。